ではいい感じに炊けてきたので火を止めます。こんにちは、よしこでございます。今日は牛すじを使った牛すじの丼を作っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。僕のチャンネルでは基本的にはダイエット料理などを発信してますので、参考になった方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。あとツイッターのフォローとインスタのフォローもよろしくお願いします。それではやっていきます。ではまず玉ねぎを切っていきましょうか。まあこれそのままもう全部使っていきます。贅沢、今日は一人分ですけど贅沢に厚めの切り方にしといて、まあ、こんなもんですね。牛すじでございます。まあ、1パックなんでこのまま全部使っていきます。はい、 OK です。もう水の状態でも入れていきます。周りの油を取り除くためにささっと湯がいていきましょう。では沸騰するまで少しお待ちください。今こんな感じでアクもだいぶ出てきてますね。しばらくこうやって炊いといて、まずは最初5分ほど炊いておきます。はい、それではいい感じに湯がいてきましたね。かなり油が浮いてるので一回ちょっとザルに移して水を切っておきます。ちなみにお湯にしてます。出ないとせっかく出てきた油がまた固まってついちゃうんで、一回お湯でまた落としてます。でこの中にお湯ですね、 200ml まず最初に入れて、また火にかけていきます。はい、ではもう一度よいしょ入れといて、玉ねぎの方も一緒に入れて煮込みます。では一回このまま蓋をして少し熱を通しておきます。沸騰してきたので一回蓋を取ってと、でこっから調味料を入れていきます。これですね、醤油さーっと、とりあえず大さじ1杯入れました。本だしを大さじ2分の1杯入れときます。あとは香り的に焼酎、日本酒でもいいです。僕は焼酎です、いつも大さじ1杯入れときます。パルスイート、とりあえず二回しいきましたけどね。あの焦げないように少しずつ水を足しつつ、もうちょっとね炊いていきます。こんな感じでちょろっとだけ入れて5分ぐらいでいいと思います。もうすぐに食べたいので、牛すじは硬いですけれども、まあまあちゃちゃっと食べれるタイプにしたいので。ではいい感じに炊けてきたので火を止めます。オートミールのふやかしたものです。はい、では食べていきます。はい、ではお上がりなさい、いただきます。では食べていきます。ではこんな感じで、下の方がねオートミールなんですけれども、それでも全然いける感じですね。牛すじがすごいコリコリとして噛み応えあっていいな、これはうまい。あとこれですね、僕は牛丼屋とか行くと一味を必ずかけるタイプなんで、これをかけて食べていきましょうかね。どうでしょうか、美味しいかな。絶対こんなん美味しいに決まってるけど、
うまっ。あ、ちなみに牛丼のオートミールね、60g でやってます。ふやかす水の量は適当です。だいたいこんなもんっていう、ちょっと浸る程度でやってますからね。いや、筋肉つくしヘルシーだし、牛すじって意外とヘルシーですからね。うん、こいつはいけるぜ。最高。あとちょっとなんで全部食べます。はい、ではごちそうさまでした。美味しかったでございます。いやー、体が熱いね。あー、満足満足。ではいかがでしたか。では今日は牛すじ丼をやってみたということでした。で、牛すじはね、結構ヘルシーなんですけれども、茹でがいた時に分かるように油が結構周りついてたりするんですよね。牛の筋部分はともかくとして、その周りの部分というか、なので空いた部分の除去というかね、ずっと炊いていればコラーゲンに変わるので、僕は最初さっと湯がいくだけにしましたけれども、もし気になる方いらっしゃったら、もっともっと湯がいていただいて、脂肪の方をしっかり落としてもらって、コラーゲン風に炊いてもらってもいいです。僕前回のぼっかけっていうのを作ったので、まあその時だと1時間ぐらいはやったかな。もし気になるようでしたら、それぐらいずっと炊いてもらってもいいです。ただちょっとささっと食べたかったので、でオートミールで丼にして食べたので、さらにヘルシーに仕上がったかなと思っています。 60g 使いましたけども、もうそれでもお茶碗いっぱいあるんかなってぐらいの量ですからね。やっぱりオートミール糖質は少ない方なんで、まだ1人前 30g とは書いてますけど、あのプレミアムピアの方はこういう丼料理とかは使ってもいいのかなと思ってます。あんまりね、あの低糖質になりすぎるのも良くないので、そこは気をつけながら、言うてお昼に食べるぐらいだったらいいと思ってます。はい、では以上です。また次回お会いしましょう。バイバイ。見えへんな。バイバイ。